重要なシーンで出てくるんですよね。まあ握ってますね。握ってる？はい。握った俺ら。握ってました。感触はなかった。いやいやいや、お前はなかったかもしれない。わしはあったよ。ほんま？はい。いやなんかちょっとした二人です。ある二人組。いや、はい、言っていいんですか？言っていいですよ。いいんですか？いいですか。まあちょっと強盗団の二人組みたいな。そうなんですよ。ちょっと役をやらせてもらったんですけども、ね、仕事が来た時にまずびっくりしたんですけど、その強盗団二人組を、大悟さん、ノブさん、どっちをやってくれてもいいですか、ね、そここっちで決めていいの？確かに確かに。自由でしたね。それも自由でしたよ。あんまり映画で、ね、どっちの役やってもいいよなんて聞いたことないから。そう。普通指定できますよね。はい、この役は大悟さんとかね。で、見て、あ、これなら大悟、これならノブっていうのも確かに決めれない、どっちがどっちもやってもいい感じのね。そう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 。二十歳の頃の思い出。いやー、二十歳の頃か。そうですよね。このタクシーの第一作って、ちょうど大悟の大阪の一人暮らしの家始めた家で二人で見た覚えありますね。そうなんですか。僕がだから最初に芸人になる言って岡山から大阪出て行って、おうおうおう、で一人でやっててノブを岡山から呼んだ、そうそう、ほんと最初にぐらいに、その頃にそうレンタルビデオ行って二人で、そうそう、何借りるっつって本当にタクシーの第一作目を借りたんだ。あれ20年前やな、はい、ちょうど。で、二人で見て、そうそうそう。ほんで、いつかこれの、声優やりたいなって言って。いやいやいや、言ってません。それは言ってません。いや、でも、それが20年。じゃあ、これに出たいならわかるけど、声優をやりたいな、アフレスかなって言ってたら、でも本当に夢が叶ってと言いますか。もう、おめでとうございます、新成人の方。まあ、いろいろ、人生あると思いますけども、好きなことをやりたいことが見つかってる方はそれをやっていただいて、それが見つかってない方はそれを、見つけれるようにまた自分の合う仕事を探して一歩一歩前に進んでもらいたいと思います。うっす朝売れてねえ俳優か売れてねえ俳優売れてねえ格闘技ばっかりやってる俳優か格闘技ばっかりやってムキムキなりすぎて仕事の幅が前出てこようになってる俳優かいませんそんな人は。いいこと。まだね、二十歳の頃ってまあ大人や大人や言いますけど、まあ僕は経験した二十歳はまだまだ子供なんでね、そうそうそう、あんまり大人にせかされて何かやれとか、うん、自分のやりたいことを見つけろって言われますけども、今好きなように生きてるのが後の自分につながってくると思うんで、もちろんもちろん、今考える思うことを一生懸命生きてください、それだけです。うっす、ダサそんなやつはおらん。え、そこまでするやつは憲法のがっつりの型をこれはおるけど、これぐらいなのよ。これおらんの？それはおらん。じゃあまあ僕らは、仕事は漫才師ですからね、お笑いをこうちょっとでもやりながら皆さんに笑ってほしいなというのを、もう2018年を超えるような2019年もエンジンブンブン飛ばしてタクシーのようにダイヤモンドミッション。おもろだおもろだおもろないこれは、うん、ダサいとこじゃない、おもろない、エンジンブンブンのとこが一番おもろない音、エンジンブンブンのとこ、お笑いの4回まで響き合ってるの、あの滑りが。おかしいな、あんま笑ってないなそりゃそうよ、そうかそうか。じゃあ大悟さん、じゃあこれ漢字一文字で千鳥の目標を表すとしたら何ですかね。なるほど。あ、なるほどね。でもやっぱりいろんなことありますけどね、千鳥としては笑い一本ダサいって二人とももう大バカなんよ。格闘技バカ二人がやるんよ。空手バカ二人が。いやまあでもね、お笑いしかできませんから、笑いというか、はいはい、お笑い以外そんな何もできませんから、はい、お願いします。小山さんも含めて対決していただくんですが、千鳥のまずお二人に勝負をしていただいて、はいはい、まずヘッドセットをつけております。ああすごいすごい、マイクなってる。そこはそんな驚くことでもいやいや、ここの感度いい、皆さんこれオートマですよね。オートマです。はい、なんかクラッチありますやん、チェンジ。実際にクラッチを使うこともできるし、これパドルシフト、これうわ360度やん完全に VR 初心者の反応ですね。それがすげえ、はい、左にもいる人が、これ見るだけでも結構面白いでしょ。あ、すごいすごい、
まっすぐ向いてください。はい。いやおーなんか出たぞ。さあ、あれ出たぞ。あれ白のプジョーが見えてるけど大丈夫。大悟の部黒と白のプジョーが見えてるかな。それもコーナー立ち上がって。ちょっと待って、おもろ。これノブさんがまず。うわ、まず。うわ、大悟さん、簡単にもコーサーだ。ちょっと待って。おもろい。街走ってる場合じゃない。ちょっと待って、全然源泉のと違う。え、黒が俺、黒が俺、そうです、黒がノブさんですよ。ぶつかってる。ごめん。なに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 、これごめんごめん、俺黒やな。うわーうわー、待て、あー待て、死ぬって。もうなんかあのコースというよりなんかサファリパークを走ってるみたいに。これうわうわ、あ、ぶつかる。ああ怖っ。コースの外に今出てきましたけど大丈夫ですか今。だそう、え、なんか勝手にピットインしてますけど大丈夫ですかこれ。終わったわこれ。あの逆走したらしくて終わりました。あ、流れに怒られてますけどこれどういう絵ですかこれ。あの僕もうなんかダメみたいです。全然無理ということで、これはじゃあ勝っちゃったのかな。もうわしノブさんの方はもうけど、あ、ダメ、全然ダメ。うわ、もう怖ー、あ、怖ー。黒がこれ今もう一人で悠々と走ってる。大悟さんもう一人ですよ。大悟さんそうね、すごいな、走れてるな。なんか上、そしてここでブレーキをもう、ここでゴールですね。ゴールですね。ということで大悟さんの勝ち。これはすごいわ。いやめちゃめちゃリアル。じゃあノブさんちょっと一旦、はい、で大悟、気持ち悪いすごいね。あ、でもすっごい面白い。あ、面白いな。ちゃんと走れたらねえ。あ、これ一体ノブさん何が起こったんですか。わかんないっす、わかんないっすけど、なんか走ってたら、はい、目の前になんか赤と白の看板が出てきて、それをもうええわと思ってね、ガーンと。そういうシーンあるじゃないですか、映画タクシーみたいな。そうそう、それこそもう行ってやれと思ってガーンと行ったら、あのピットに入ってました。もう多分お亡くなりになったんでしょうね私が。決勝戦ですね。あ、そうかそうか。大悟さんと小山ちゃんで、小山さんはじゃあこの映画に出てくる白のプジョー407で、大悟さんはちょっとハンデがありますから、あのちょっとスピードも速めのフェラーリ使っていいですよ。フェラーリスピードの最高速のアドバンテージは大悟さんのフェラーリの方があると思うんですが、うわ、ちなみに行きましょう。タクシーか、大悟かと。決勝戦です。下克上よ。シグナルが消えたらスタートになります。さあ、シグナルが全部消えました。すごい、回ります。レディーゴー。いったさあ、はい、プジョー、フェラーリの大悟、速いぞ。大悟さすが速いぞ。勝ってるストレートからそのままそのまま。あ、なるほど。コーナー曲がっていった。これで曲がれないんか。クラッシュとかすごい。抜かれた抜かれた抜かれた。食らいついていっている。うわうわ、ちょっと何これ。あー、クラッシュ。大悟がクラッシュさせた。いやいや、このフェラーリいいぞ大悟。それも作戦や。ずるい。これでだから外にあれぶつかってた。そうそう、畑やねやろ。ぶつかって、そうそう、協定みたいなもんや。うん、いや加速。よし、ファイナルラップや。よし、ここで加速で。これはレーシングドライバー小山さん負けるわけにいかない。うーわ、今日の浮上407が猛然追いかけていく。ピーヤーン。あ、死んだ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 。クリーン回ってる。うわー、挑発した。あ、オッケー、小山さん見えた。おい、いい勝負。うわうわ、また弾かれた。うわ、弾かれたか。これ小山さんが勝ってるね。うわ、これ小山さん抜くのは大変だ。いや、でも後ろから追われてますよ。大悟さんのフェラーリをかけてます。さあ、あれ、さあ、どういうコースなんだ。一切分からん。これでゆっくり蛇行しながら、うわ、遊ばれてるぞ。遊ばれてるぞ、小山ちゃんに。あ、止まった。うわ、止まった。ゴール手前で止まった。くれたぞ。うわ、止まってる。止まってくれたぞ。あれ、疲れちゃった。勝ったわし。勝ったのはどっちか。うわ、大悟。小山ちゃん何してんの。めっちゃ速いし、フェラーリの加速を。フェラーリ舐めましたね最後。小山ちゃんが遊んでた隙にね。最後の最後に後ろが見えなかったんだ。近かったですね、思ったより。早いフェラーリ。いや、フェラーリ早っ。ああ、面白ねえ。改めていかがでした。
勝ちました、大吾さん。勝ちました。ちょっと遊んでくれたんやと思うんですけどね。ただもう、全然違った、あの、ハンドルの使い方が。プジョーとフェラーリでは。そこまでリアルでした。で最後、小山ちゃん遊んでくれてたんでしょ、一応どんなんかなと思ったら。一生懸命ドライブしました。ドライブしてました。ゴール前で止まってましたよ ね。あんな容赦もないスピードで。当たり前や、勝たんと。それで、ね、一番びっくりしました。びっくりしましたね。はい、早く。まあ、最初にも言ったんですけど、本当あの、まあ、アクションね、がもうとにかくもう何秒に1回、でかっこいい車が本当何秒に1回、そして面白い要素がどんどん出てくる。そしてこのタクシー、ダイヤモンドミッションのキーを握る、ダイゴとノブが途中出てきますんで、持ってません。そこを見逃すと後半話が分からなくなっちゃう。分かります。くり抜きです。我々のところ大丈夫です。ぜひそこを何度もね、はい、見ていただきたいと思います。そういうことですね。はい。ノブさんも一言いいですか。はい、ダイヤモンドミッション、本当シリーズ作品なんですけど、全然今回から、見てくれてる方でも本当楽しめるんで、全然ワンから最初から全部見ないといけないということはないんで、もうこの回からでも楽しめるんで、ぜひ見てください。まあ僕らも一応。アフレコ頑張りましてね、そこも楽しんでください。はい、はい、ありがとうございます。これにて映画タクシーダイヤモンドミッション公開直前イベント